GT-R は2007年から日産自動車が製造、販売しているノッチバッククーペ型の高級スポーツカー。生産は仕向け地に関係なくすべて栃木工場が担当している。日産スポーツモデルの象徴であるスカイライン GT-R の後継車種である。車両形式としては C10 型スカイラインの初代 2000GT-R から6代目に該当するが、この GT-R はスカイラインシリーズとは全く関係がないモデルである。エンジン形式では1969年から1973年が第1世代、1989年から2002年が第2世代、本モデルは第3世代となる。車両形式は第2世代最終モデルが属する10代目スカイラインの基本形式 R34 に続く R35 でスカイラインシリーズとして11代目の V35 型以降とは異系列である。本モデル前の歴代スカイライン GT-R はスカイラインの中でその当時最も競争力が高いボディ形状と専用で特別仕様のエンジンと適用する駆動系やサスペンション、ブレーキなどを備えた競技前提の高性能バージョンであったが、本モデルは初代後期型スカイライン GT-R 以来伝統のトランクを分離した2ドアクーペデザインや4代目スカイラインの 2000GT 以来続いたスカイライン GT の象徴とされる丸型4灯、テールランプなどを踏襲するが、開発と設計はスカイラインとは無縁で独立した固有の車種である。サーキットやアウトバーンなどを高速走行する動力性能を有すが、市街地走行時の乗り心地、雪道や濡れた路面での見さおやす性、静粛性、乗降性、トランクの積載性、後部座席の着座性、燃費や CO2 排出量など環境性能などを考慮して開発され、運転スキルや天候や路面状況や使い方が日常使用か否かであるかなど、各種条件に左右されず、誰でも、どこでも、いつでもスーパーカーの魅力を味わうことができる、全く新しいジャンルの、新次元マルチパフォーマンススーパーカーである。本車型は、R34 型スカイライン GT-R と、同様に、栃木工場で生産され、スーパーカーの市場を広げるために、価格でも、競合他社より高いコストパフォーマンスを実現するため、最終組み立ては専用ではなく、既存のラインで混流生産される。元マツダ関係者には、GT-R はスーパーカーではないと反論する声も散見される。2007年10月24日に開催された第40回東京モーターショーで量産型が発表され、日本では同年12月6日から発売され、北米では12月のロサンゼルスオートショーで、初公開されている。9代目 R33 型時に BCN-R33 型、10代目 R34 型時に BN-R34 型の GT-R が各100台限定でイギリスで販売されているが、左運転席仕様を用意した世界規模の販売は当 R35 型 GT-R が初めてで、日産 350Z や日産 370Zと同様に全世界で販売されている。毎年進化するイヤーモデル性をとっている。2011年モデルは発売から約3年後の2010年9月にモンディアルドロトモビルで披露されて10月18日に日本で正式発表された。エンジンを中心としたメカニズムと空力性能を含む内外装デザインが熟成されて新グレード、クラブトラックエディションとエゴイストが追加されて日本で11月17日から発売された。2012年モデルは2011年11月7日に正式発表されて24日に発売。2013年モデルは2012年11月2日に正式発表されて19日に発売。2014年モデルとニスモモデルは2013年11月19日に正式発表されて、翌月2日に販売開始。2015年8月までの累計販売台数は9673台、GT、R コンセプト GT-R プロと2000年に GT-R の先行開発が開始され、その成果として2001年の第35回東京モーターショーに出展された GT-R コンセプトが作られた。そして、その発表時には当時日産の COO で、後の CEO であるカルロス・ゴーンにより GT-R の開発が発表された。先行開発の際には、後の GT-R 開発責任者となる水野和俊にも GT-R の開発依頼が日産からなされたが、それは FM プラットフォーム開発の延長としての依頼であり、それでは GT-R を日産のシンボルにできないという理由で拒否した。その後、2003年4月から、水野は先行開発部署で FM パッケージと同時に構想していた。PM パッケージを採用した試作車の作成を行っていたが、2003年11月に再び水野へ GT-R の開発の依頼がなされた。その後水野はゴーンに GT-R の開発の全権を委任され、GT-R の開発を主管することとなり、2004年1月には本格的な開発が開始された。ゴーンの直轄プロジェクトとなったことから、開発体制も日産の通常の部門別体制ではなく専門の開発チームによる形とされた。開発はドイツのニュルブルクリンクを拠点に開発され、日本国内においては仙台ハイランドもテストコースとして利用された。水野は開発コンセプトとして時速 300km で隣の席の人と会話することができることを掲げ、そのためニュルブルクリンクだけでなく、世界各地での実装テストも実施し、一部は水野が自らハンドルを握ったという。2003年の第37回東京モーターショーのプレス向け会見ではゴーンより市販モデルの2007年秋の発表、発売が明らかにされ、2005年の第39回東京モーターショーではプロトタイプモデルの GT-R プロトが公開された。当初の企画段階では、想定販売価格は2000万円、2500万円とされたが、ゴーンが販売価格を下げるように指示したため、前述の通り混流生産方式を導入。それに加え、部品メーカーとの間で納入価格についてシビアな交渉が行われたようで、水野は後にブレンボのブレーキローターやビルシュタイン製のサスペンションなどは、すべて自分が設計した水野スペシャルだとして、一般的にこうしたパーツメーカーとの取引は、その相手の言い値になりますが、こちらから向こうに新しい技術を提供するというカードが切れる立場となれば、あとはご想像にお任せしますと語っている。後に、ゴーンがルノーの CEO を兼務するようになったことから、2009年頃にゴーンの直轄は解かれ、さらに2013年に水野が退社したため開発チームも解散。以後は通常の部門別開発の形でイヤーモデルの開発が続けられている。カットモデルエンジンを車両前方に、クラッチトランスミッショントランスファーを車両後方に配置する世界初の独立型トランスアクスルを採用したプレミアムミッドシップパッケージが取られている。駆動方式は R32 型以降のスカイライン GT-R と同様に 4WD となり、4輪駆動システムには R32 型以降の GT-R にも採用されているアテーサ ETS の改良版が採用された。このパッケージングはいかなる環境においても安定して高速で走行できる究極のフラットライドスポーツを実現するために導き出されたものであり、前後重量配分を改善するのと同時に、リアアクスル付近に重量物を配置することによって、走行時にタイヤに強い接地荷重を与えることができ、さらにエンジン後方にトランスミッションがなくなることで最適なエアフローが可能になり、強力なダウンフォースも得ることができる。このため、開発においては、リアのトランスアクスルが最初に設定され、そこからリアタイヤのグリップ荷重とフロントタイヤのグリップ荷重が導き出され、V6 ツインターボエンジンは、車両の重量バランスに配慮して最後に決定された。これは、最初にエンジン仕様を設定する多くの自動車の開発手順とは全く逆の手順となる。世界のスーパーカーと比較して車重が重いが、これはトラクションを最大化するためのものである。2010年11月のマイナーチェンジでは、タイトコーナーブレーキング現象を防ぐために、時速 10km 以下の速度で、ステアリングホイールを半回転以上回した際には、後輪駆動となる 2WD モードが追加された。2012年11月に発売された2013年モデルでは、ダッシュパネルバー2箇所とインストメンバー部にリインフォースが追加され、車体剛性が向上されている。エンジンルームエンジンは、職人が一つ一つ手作りの VR38、デッド型 3.8 リットル V6 ツインターボエンジンを搭載する。初期のモデルは最高出力480馬力、2008年12月の紹介量以降のモデルは485馬力、2010年11月発売の2011年モデルは530馬力、2012年モデルから2015年モデルまでは550馬力、2017年モデルは570馬力、2014年2月末販売のニスモモデルは600馬力を発生する。最大トルクは、マイナーチェンジ前の2007年12月登場モデルが 60.0kg フォース M、2011年モデルが 62.5kg フォース M、2012年から2016年モデルまでが 64.5kg フォース M、ニスモモデルが 66.5kg フォース M、2017年モデルが 65.0kg フォース M である。2016年7月改良型では、給排気抵抗の低減により燃費向上も図られ、同時にシフトチェンジの制御、駆動トルク最適化により、燃費を向上させる、セーブモードが追加された。2016年7月改良型からは高性能を表現するためにエンジンカバーが赤色に塗装される。2012年モデルでも燃費向上がなされ、2013年モデルでは、改良が施され、中回転域のレスポンス及び高回転域での加速の伸びが向上された。2017年モデルでは、ニスモモデルに採用されている、気筒別点火時期制御の採用により、ノッキングの発生を抑え、燃費を損ねることなく最高出力、最大トルクともに向上した。トランスミッションは、非プラネタリーギア式のグレーン 6Z30。アンペア型6速、デュアルクラッチトランスミッションが搭載され、過去のスカイライン GT-R とは異なり3、ペダル方式の MT は用意されていない。理由は、リアトランスアクセルの構造ゆえに莫大なコストがかかることと、時速 300km でクルージング中にクラッチを切ると横滑りを起こし危険であるためと考えられている。しかしこれは、メーカー側の見解ではなく、カー雑誌上での推測とされる。ボルグワーナーの6プレートデュアルクラッチシステムを採用し、1速、3速、5速用と2速、4速、6速用として2つの湿式多番クラッチを備え、最速 0.2 秒での自動変速が可能である。デュアルクラッチは、ボルグワーナー製のものが採用されているが、トランスミッション内部は、愛知機械工業などの日産グループの企業が製造しており、組み立ては2007年10月より、名古屋市の愛知機械工業永徳工場で行われる。センターコンソールに配されるセットアップスイッチでは、トランスミッションのセッティングを変更でき、素早い変速が可能な R モード、ノーマルモード、滑りやすい路面に合わせたスノーモードの3つが選択できる。横滑り防止装置については、日産の従来の VDC ではなく、新たに VDC-R が採用された。一般車向けの VDC とは異なり、ノーマルとオフに加え、前後トルク配分を制御する R が追加された。この VDC-R は、時速 200km を超えても制動ができる能力があり、従来の横滑り防止装置の規格を超越した能力を備えている。この VDC の特性変更はセンターコンソールのセットアップスイッチで行われる。2007年12月販売型標準車のフロントブレーキホイールサスペンションには、フロントにダブルウィッシュボーン式、リアにマルチリンク式サスペンションが採用される。ショックアブソーバーには、ビルシュタインとの共同開発による、電子制御式ショックアブソーバー、ビルスチンダンプトロニックが採用される。大入力を支えるサスペンションメンバーは、よろず製で、パイプを主要骨格とし高剛性化を図り、高精度のサスペンションジオメトリー及び軽量化に寄与している。ショックアブソーバー特性は、センターコンソールのセットアップスイッチで変更することができ、高速コーナー向けの R、ノーマル、乗り心地を優先したコンフォートの3種類の特性が用意される。2008年12月に行われた一部改良の際には、ショックアブソーバー構造を変更し、サスペンションについてもフロントバネレートの向上を行うなどの改良が施され、翌2009年12月の一部改良では、フロントサスペンションのショックアブソーバー及びスプリングの精度、リアサスペンションのラジアスロッドブッシュ剛性が向上された。2010年11月のマイナーチェンジでは、フロントリアサスペンションともに特性変更が行われ、新開発のアルミ製フリーピストン仕様のショックアブソーバーが採用された。2011年11月発売の2012年モデルからは、ハンドル位置やプロペラシャフトが中心より右側に位置していることを考慮して、日本使用者や英国使用者などの右ハンドル使用者のサスペンションセッティングが左右非対称とされる。2013年12月のマイナーチェンジでは、スプリングのバネ定数、ショックアブソーバーの電子制御、フロントスタビライザーバネ定数の最適化、リンクブッシュ類の見直しなどが行われ、サスペンションの有効ストロークを増やして、路面追従性が高められた。2016年7月発売予定の2017年モデルでは、ボディ剛性の向上によって、ショックアブソーバースプリングスタビライザーのセットアップを、さらに突き詰めたことで、タイヤの設置性が向上し、高速走行時の安定性を高め、直進安定性も向上された。ブレーキは、前後 380mm のフルフローティング、ドリルドローターに、フロント対向6ポット、リア対向4ポットのブレンボ製、モノブロックブレーキキャリパーを、ラジアルマウントで装着しており、ノーマル状態でもサーキット走行に適用できる、状態となっている。2010年11月改良型ではローターが独自開発の薄型体系ローターとなり、フロントローターが 390mm に体系化された。タイヤは日産車としては初めてランフラットタイヤを標準装備としており、通常のタイヤに使用される空気ではなく窒素が充填される。この純正品以外の使用はメーカー保証対象外となる。2010年モデルまでは、ブリヂストン社製とダンロップ社製のタイヤが選択でき、ブリヂストン社製は2009年モデルまでが、ポテンザー RE070R、2010年モデルは、ポテンザー RE070RR に、スペック V は、ポテンザー RE070RV1 が、純正タイヤであり、ダンロップ社製は2010年モデルまで、SP スポーツ 600DSSTCTT が、純正タイヤであった。2011年モデル以降は、ダンロップ社製の SP スポーツ MAX GT600 DSSTCTT が唯一の純正タイヤとなっており、このタイヤは時速 300km 走行中にタイヤがバーストした後でも時速 80km の速度でおよそ 80km の距離を自走可能なように作られている。タイヤサイズは前車フロントが255、40R20、リアが285、35R20 となる。冬季用タイヤとして、ブリヂストン社製、ブリザック LM-25 をベースにランフラット化された GT-R 専用のスタッドレスタイヤが、純正オプションとしてラインアップされる。ダンロップも、専用のスタッドレスタイヤを用意している。ホイールは、レーズ社との共同開発となる。鍛造20インチアルミホイールが採用されており、タイヤのリムズレを防止するためのローレット加工が施されている。安全上の理由から、日産自動車では GT-R 専用のホイール及びタイヤ以外の装着は認めておらず、タイヤの脱着もハイパフォーマンスセンターにて使用したタイヤを切断して、新しいタイヤに装着する手順が必要となる。ホイールは2007年12月販売型では7、スポークのデザインであったが2016年7月、改良型では10スポークの新デザインとなり、軽量、光合成化がなされている。2010年11月改良型エゴイスト2010年11月、改良型標準車リアリア純正の計器類。左端から時速 340km までの速度計、回転計、ギア数、水温計。アウタードアハンドル室内デザインは、日産の車内から最大規模で公募し、世界中に点在している日産のデザイナー約80人から応募があった。途中案をエクステリアデザインのみのコンセプトモデル GT-R プロトとして2005年の東京モーターショーに出品した。市販モデルのデザインはこれをベースに最終決定した。本モデルからスカイラインの名称は冠していないが、スカイライン GT の伝統である丸型4灯、テールランプと KPGC10 型スカイライン 2000GT-R 以来の4座席を確保した2ドアクーペスタイルを継承している。空力性能は2007年12月販売型で CD 値を 0.27、2010年11月改良型で 0.26、トランスアクスル方式を採用して大幅なダウンフォースを得ている。リアスポイラーは R34 型よりも小型化されているが、ダウンフォースは向上させている。2008年12月の一部改良時に、フロントナンバープレートの取り付け位置が変更されて、全長が 5mm 短縮された。2010年のマイナーチェンジは、それまでオプション設定であった LED デイライトを標準装着し、体型反射面と2段整流フィンを設定した新デザインのフロントバンパーを採用して、フロントダウンフォースが約 10% 増加し、エンジンルーム内空気抵抗を低減させて、ラジエーター通過とフロントブレーキ冷却の風量を増加した。リアバンパーは意匠変更と同時にアウトレットを追加して、リアダウンフォースを 10% 向上させ、リアディフューザーを延長することで、床下冷却性能を向上して、空気抵抗を低減した。フロントバンパーグリルは、開口部を拡大し、ヘッドランプインナーパネルは、メッキ部を増加し、テールパイプフィニッシャーはデザインを変更した。2013年のマイナーチェンジは、ヘッドランプテールランプのデザインを変更した。2017年モデルは大幅にデザインを変更して、日産車に共通するデザインの V モーショングリルを採用し、フロントサイドリアと細部にわたって形状を変更して、全長を延長し、空気抵抗、ダウンフォース、冷却性能の点で高性能化した。アザ光式ナンバーは装備不可である。メーターは左端から時速 340km までの速度計、回転計、ギア数、水温計が装備されている。R34 型よりも大きくそして視認性が高い形状で家庭用テレビゲームのグランツーリスモシリーズの開発を手掛けるポリフォニーデジタルが担当した画面デザインで多機能なマルチファンクションディスプレイを搭載している。エンジンの始動、停止はセンターコンソールのシフトレバー後方に位置する赤いプッシュエンジンスタートボタンで行う。2017年モデルはエンジンスタートボタンがシフトレバーの側面に変更され、IT コマンダーをシフトレバーの後方に移動して、タッチパネル式ナビとドライブポジション調整の操作性が向上した。空力性能を考慮したアウタードアハンドルは収納式で、外側からドアを開くには、ハンドルの車両後方側を押し込んで起き上がる、前方部を引く。フューエルリッドは、電磁的プッシュリフター方式でリッドを押して開く。日産車は、車名の書体を、全車型とも NE-01 に統一しているが、GT-R は、日産車として、特別な存在であることから、フェアレディ Z などと同様に専用書体を取っている。旧来のスカイライン GT-R に同じく赤色の R が GT の下に位置するロゴタイプが車両後部、フロントグリル、ステアリング、インテリジェントキーなどに配置されている。2022年モデルではリアのエンブレムやホイールセンターキャップの SCI が2020年7月に改定された新 SCI となった。2013年11月改良型ニスモ2016年7月改良型ニスモ日産とニスモが生み出すパフォーマンスモデルの頂点に位置づけるレース活動での知見を生かしたモデルで2013年11月19日に2014年モデルと同時に発表され2014年2月末から販売が開始された。発表時点で世界の量産市販車のうちニュルブルクリンク北コースの最速ラップタイムを記録している。VR38 デッドエンジンにレース専用車両 GT-R ニスモ GT3 に搭載されている GT3 タービンを搭載することで最高出力を 600PS、最大トルクを 66.5kgm に向上させている。ニスモモデル専用となる気筒ごとに最適な点火時期をコントロールする制御と最適な燃料噴射量を調整するインジェクターと冷却性能を高めるための加圧式リザーバータンクを新たに装備する。足回りはニスモモデル専用の2014年モデルより 0.5 インチワイドとなったレーズ製アルミ鍛造ホイールとダンロップ SP スポーツ MAX GT600DSSTCTT タイヤ、特注のビルシュタイン製電子制御、ダンパー、ダンプトロニックとスプリングを装備する。乗り心地は GT-R 中でも一番硬く、滑らかに舗装されたサーキットでその力を最大限に発揮する一方、街乗りや高速自動車道のつなぎ目などは苦手である。空力装置はスーパー GT での知見を生かしたニスモモデル専用のカーボン製のフロントとリアバンパー、スポイラーなどを搭載することで時速 300km 走行時に2014年モデルから 100kg 増しのダウンフォースを得ている。ボディ接合部は構造用接着剤で補強される。実際にニュルブルクリンクで7分8秒679を記録した偽装仕様と同様のパーツが施された。仕様が N アタックパッケージとして正式に発表され2014年夏に発売された。2016年8月発売の2017年モデルではダンプトロニックを改良しニスモ専用の特別チューニングを施した。2019年4月に発表された2020年モデルにはカーボンルーフ、中ダクト付けのニスモ専用カーボンフード、エアアウトレット付けのニスモ専用カーボンフロントフェンダー、IHI 製の高効率、大容量なニスモ専用 GT3 タービン、カーボンセラミックブレーキを新たに搭載。ローター系は市販車最大級のフロント 410mm、リア 390mm を採用する。ブレーキキャリパーは、摂氏1000度を超えても変色しない黄色を採用。また、専用設計のレーズ製20インチアルミ鍛造ホイールと、レカロ製カーボンバックバケットシートと、新開発のサスペンションハイグリップタイヤが新規装備となった。2021年4月に先行公開された2022年モデルでは、ボディカラーに専用新色として、サーキット路面色のグレーより青く、青空よりグレーというソリッドカラーである、ニスモステルスグレーが設定された。さらに、標準モデルに加えて、特別仕様車、ニスモスペシャルエディションを設定。クリア塗装が施された、ニスモ専用カーボン製、エンジンフードや、レッドリム加色を施した専用レーズ製アルミ、鍛造ホイールを装備。合わせて、ピストンリング、コンロッド、クランクシャフトなどには高精度、高重量バランスの部品が採用され、標準エンジンに比べよりスムーズかつ高い静粛性を実現している。また、手組の証として完成されたエンジンに装着される、匠のネームプレートも専用カラーとなっている。なお、先行公開から2ヶ月で2020年度の1年間における、GT-R 全体の販売台数を上回る予約注文が入り、それから1ヶ月後には予定していた販売数を超える事態となったことから、同年8月の価格発表の段階でオーダー受付が終了となった。GTR50 by イタルデザイン GTR50 by イタルデザイン2019年の GTR 生誕50周年を記念し、2018年に創業50周年を迎えたイタリアのカロッツェリア、イタルデザイン社との協業で発表された特別仕様車。GTR ニスモをベースにボディデザインを大幅に変更し、ボディサイズは全長で 94mm。全幅で 97mm 拡大され、前高は 54mm 低くされた。エンジンは、グループ GT3 使用車で使用されている、大口径ターボチャージャーやインタークーラーを採用すると、共に、冷却機構の改善、燃料噴射、点火系、給排気系等にも手を加えることで、スペックは 720PS、780nm に向上した。ボディカラーは購入者の好みによって変えることができる。ただし色の種類によって値段も異なり、車体ベースカラーとアクセントとなる2色のペイントカラーを選べるスペシャルカラーパック、カーボン製パーツの原色を一部見せるビジブルカーボンパック、ほとんどの色に変えることのできるリブリーリパックがある。車両価格は消費税込みで1億4,530万5,600円。50台のみの限定生産で、市販モデルは2021年8月以降に生産が開始され、日本国内へのデリバリーは同年末以降を予定。なお、生産をイタルデザイン社が受け持つ関係で、日本国内では輸入車の扱いとなる。また輸入は、ケータハムを取り扱っている SCI が行う。プレミアムエディション T、スペック。トラックエディションエンジニアードバイニスモ T スペック2022年モデルの発表とともに設定。両モデル共通で専用カーボンセラミックブレーキ、カーボン製、リアスポイラー、専用エンジンカバー、専用バッジが特別装備される。ボディカラーは専用色として、歴代の GTR で採用されたカラーの進化版となる、ミッドナイトパープルと、グリーンの色調をベースにグレイッシュメタリックに仕上げたミレニアムジェイドの2色が追加設定される。プレミアムエディション T スペックは専用の内装コーディネーションが施され、専用レーズ製アルミ鍛造ホイールを装備。これにより、バネした質量が軽量化されるため、サスペンションを専用セッティングに変更された。トラックエディションエンジニアードバイニスモ T スペックは、ルーフやトランクリッドにカーボンを採用し、ボディが軽量化された。2モデル合計で100台の限定販売、さらば危ない刑事、劇中使用車両プレミアムエディションにおける、ファッショナブルインテリア装備の室内例、ベースグレードは、GTR に変更となり、日本仕様では加えて、専用の内装色とレザーシートが選べる、ブラックエディション、BOSEプレミアムサウンドシステムや、盗難防止装置を標準装備するプレミアムエディションが用意される。日本での車両本体価格は発売当時777万円からとなったが、2008年12月の一部改良で、ベースグレードが861万円に大幅値上げされ、2010年のマイナーチェンジでは869万円に値上げされた。マイナーチェンジ後のモデルは、ベースグレードのピュアエディションのみ 10kg 軽量化がなされ、1730kg となる。2013年モデルでは、ベースグレードが876万円となった。2011年11月発売の2012年モデルからは、スペッシュフの廃止に伴い、ピュアエディションにカスタマイズオプションの4トラックパックが追加された。ノルドリンクと共同開発された、スポーツサスペンションのほか、レーズ製アルミ鍛造ホイールや専用シートを装備し、リアシートレス化がなされ、旧来、スペッシュフに使用されていた内装となる。オプション価格は専用サスペンション付きが147万円、なしが60万9000円となり、車両重量は 1720kg となる。2012年11月発売の2013年モデルでは、プレミアムエディションに全席セミアニリン本革シートが装備され、ブラックとアンバーレッドの2トーンカラーのインテリア、ファッショナブルインテリアが新たにオプション設定された。スペッシュフとエゴイストのみに存在するドライカーボンウィングも4トラックパックとブラックエディションにのみメーカーオプション設定として用意された。2014年11月発売の2015年モデルでは、プレミアムエディションにおいて、期間限定のディーラーオプション設定となっていた、レーズ製、ダブルスポークアルミ鍛造ホイールを、メーカーオプションに昇格して、正式設定したほか、後述の GT-R ニスモの専用部品の一部を装備した、新グレード、トラックエディションエンジニアードバイニスモを追加した。2016年7月発売の2017年モデルでは、パドルシフトが、ステアリングホイール固定タイプに変更された。外装色には、上塗りに4層塗装を施し、上側のベースを半透明タイプ、下側のベースをカラーアルミで蒸着した新色、アルティメートシャイニーオレンジを追加。プレミアムエディション専用設定のファッショナブルインテリアには、タンとアーバンブラックの2色を追加した。2017年11月発売の2018年モデルは、国土交通省認可サッチャム欧州カテゴリー2準拠、車両防盗システムを、ピュアエディション、ブラックエディション、トラックエディションエンジニアードバイニスモにも拡大して、標準設定されたほか、Apple CarPlay への対応化が行われた。スペシャルエディション、プレミアムエディションをベースに、ドライカーボン製、リアスポイラーや、ハイパーチタンカラーコートを施したレーズ製、アルミ軽量鍛造アルミホイールを装備したモデル。エンジンルームには、ゴールドのアルミ製形式プレートが装着される。ボディカラーは、特別塗装色のミッドナイトオパールとなる。全世界で100台の限定販売となる。その他、運転席、助手席、サイドエアバッグとカーテンエアバッグが追加され、不凍液の濃度が上げられている。45スアニバーサリー、プレミアムエディションをベースに、ボディカラーに2001年モデルのスカイライン GT-R、M スペックに採用されていた、特別塗装色、シリカブレスをヘリテージカラーとして採用し、センタークラスター下部に専用エンブレム、エンジンルーム内に専用モデルナンバープレートをそれぞれ、施している。45台限定販売である。大坂なおみ選手日産ブランドアンバサダー、就任記念モデル、プレミアムエディションをベースに、ボディカラーは、特別塗装色の、ミッドナイトオパールを含む3色を設定。内装は、ファッショナブルインテリアをベースに、フロントシートのみを、アーバンブラックとし、アイボリーアーバンレッドタンのいずれかと組み合わせた3種類の、特別色を設定。また、エンジンルーム内のモデルナンバープレートにゴールドを採用し、ドライカーボン製、リアスポイラーが特別装備されたほか、リアとリアクォーターガラスがプライバシーガラスとなり、SRS サイドエアバッグ&SRS カーテンエアバッグを追加、不凍液が濃度アップされる。50台の限定販売である。GT-R50th アニバーサリー。プレミアムエディションをベースに、エクステリアとインテリアの随所に専用アイテムを装備し、箱スカ GT-R レーシングをマージュした50周年記念車。ボディカラーは、湾岸ブルー、ブリリアントホワイトパール、アルティメットメタルシルバーの3色が設定される。専用装備は、専用ステッカー、50th 記念ロゴ入りメーター、50th 記念ロゴ入りキッキングプレート、センターコンソールに、50th 記念バッジ、専用ステッチ付けアルカンターラルーフトリム、専用ホイールカラー、50th 記念ステッカーとなる。2020年3月末までの期間限定となる。2007年12月販売型スペッシュフ2007年12月販売型、スペッシュフ用フロントタイヤホイール、ブレーキ2009年2月に発売。2011年11月発売の2012年モデルで廃止。エンジンが専用チューニングとなり、スイッチを押すことで最大トルクが一時的に上昇するハイギアードブーストを搭載し、専用のブレンボ製のカーボンセラミックブレーキを採用した。加えて、後部座席を廃止して2シーターとし、バネ下の軽量化を行ったことにより、ベースグレードに比べ合計 60kg の軽量化がされている。この軽量化により回答性が上がり、サーキット走行でのタイムアップが期待できるが、グリップ荷重が低下したため、0から100メートル加速やブレーキ制動距離では、ノーマルより性能が低下している。新たにセッティングし直されたビルシュタイン製サスペンションなどと、目に見えない部分での入念なチューンナップが施されている。タイヤについては、当初光合成構造とパターンデザインが採用される、ブリヂストン製の専用タイヤ、ポテンザ RE070RRFT が装着されたが、2009年12月の一部改良時に、ショックアブソーバーの特性が変更されたことに合わせ、タイヤもダンロップ製が標準装備となり、ポテンザはオプション設定となった。2010年11月のマイナーチェンジでのエンジン変更は標準車と同様であるが、ハイギアードブースト使用時には最大トルクが 64.5kg フォース M3600 から 5600rpm となる。2008年9月にニスモより発売されたニスモクラブスポーツパッケージに採用される軽量レーズ製単造アルミホイール、レカロ製カーボンバケットシート、チタンエキゾーストシステムについては、スペッシュフのために開発されたものであり、それらも装着される。ホイールの色は2016年7月改良型では、メタリックブラックに変更されている。エクステリアにおける違いは専用のアルミホイールのほか、リアには GT-R ロゴの下に、スペッシュフエンブレムが装着される。サーキット走行を熟知したメカニックと専用の設備が必要になるため、日本国内ではハイパフォーマンスセンターの中でも7店舗のみでの販売となる。車両本体価格は1575万円で、レクサス LS600HL を抜いて量産仕様の日本車としての最高額を更新するも、後にレクサスルファが3750万円で最高額を更新した。日本国外では2010年4月には、欧州で40台限定で、デリバリーが開始され、中東においても発売が予定されている。クラブトラックエディション専用部品が装着された、サーキット走行専用モデルで、ニスモ大森ファクトリー、ノバエンジニアリング、ノルドリンクの3社で構成される、GT-R 特約サービス工場協会で、販売が行われる。車両本体価格は1048万円で、購入には ASA により設立された入会金100万円、年会費200万円のザ・プレステージ・クラブ・オブ・ GT-R への入会が必須条件となる。2010年7月30日から同年9月20日まで受注受付が行われ、同年11月末から翌2011年3月上旬頃に生産が3月下旬に購入者への車両の引き渡しが予定されている。サーキット専用車両のため品質保証適用外であり、専用部品類の復元をしない限りナンバー登録はできない。ASA により車高、減衰力調節式の専用ショックアブソーバーが採用された専用サスペンション、フロントリップスポイラーアンダーカバー、跳ね上げ式ステアリングホイール、ダンロップ製20インチスリックタイヤ、ロールケージなどが装着され、電子制御系統も独自のものとなっている。ザ・プレステージ・クラブ・オブ・ GT-R により購入者に対して、プロドライバーによるレーシングスクールや専用のレースなどのプログラムも用意される。欧州での販売も予定されている。エゴイスト室内冷エゴイストリアエンブレム2010年11月17日のマイナーチェンジ時に発売された上級グレード。インテリアに使用される色に20種類の組み合わせが用意され、ドイツのミュールハイム、アンデアルールで内装に使用される、本革の縫製、張り込みが行われるほか、ステアリングの GT-R エンブレムには、輪島蒔絵が採用される。専用ウーファーが採用され、購入者に合わせたセッティングがなされる。BOSEプレシジョンサウンドシステムが装備されるほか、リアスポイラー、ホイール、チタンエキゾーストシステムには、スペッシュフと同一のものが採用される。ハイパフォーマンスセンターのうち16店舗で販売が行われ、車両本体価格は1500万円であった。日本国内のほか、欧州及び中近東での販売も予定されており、中東においては2012年モデルにエゴイストをベースとした地域専用車、ウィップが追加される。ウィップの内装色には12色用意され、24金が使われたフロントグリルやサイドパネルなどが装備される。日本国内使用車としては2013年に廃止となっており、実質的後継として2014年モデルからプレミアムエディションにメーカーオプションとして戦術にあるファッショナブルインテリアが装備される。インは特別と装飾発表前に輸送中の GT-R。覆面が施されている。日産側によれば GT-R の最高速度は192マイル H である。しかし米モータートレンド氏側の計測では、最高速度195マイル H を記録した。加速性能では、0から60マイル H において、ローンチコントロールを使用した場合は 3.2 秒、使用しない場合は 3.9 秒を記録した。カー&ドライバー氏の計測で、0から1、4マイルを 11.5 秒、到達時の速度は、時速 200km、エボ氏の計測で、0から100から0マイル、H は 13.9 秒、オートカル氏で、0から100マイル、H は 8.5 秒だった。2010年11月のマイナーチェンジ後のモデルでは0、時速 100km 加速 3.0 秒を記録し、最高速は、時速 315km まで引き上げられている。2012年モデルでは0時速 100km 加速 2.8 秒を記録し、2013年モデルでは 2.7 秒を達成している。2008年4月17日、ドイツのニュルブルクリンクでデータレコーダーとビデオを搭載し、市販車よりも車重が 50kg 重い状態で、開発ドライバーである。鈴木敏夫が運転した GT-R が7分29秒3という当時の量産市販車最速タイムを記録した。このタイムに関してポルシェから疑惑の声が上がり、ポルシェがアメリカで購入した車両でのテストを行った結果、タイムは7分54秒となった。同時に計測された911ターボのタイムは7分38秒、911。GT2 のタイムは7分34秒であった。しかし、両車は様々なメディアにおいて比較されており、動力性能はほぼ互角であることが明白であるため、GT-R と911にこれほどの差がつくのは不自然である。北米使用車とスズキがタイムを更新した日本使用車は装着するタイヤやトルクなどに違いがあるが、北米日産のニール・リーブはそれでも25秒の差が生じるのは考えにくいと語っている。このポルシェの意義に対し、日産側はタイム計測に用いた車両が市販車であると公式に反論し、テストの模様はベストモータリング2008年7月号に収録されており、ビデオがラップタイムの証拠になると主張している。ポルシェ側からは計測時にセミスリックタイヤを装着していたのではないかといった疑問が呈されたが、実際にテストに使用されたタイヤに関しては、製造元の住友ゴム工業がテスト終了後に撮影したタイヤの写真を報道向けに公開している。ちなみに、日本の小さなサーキットにおいては、ベストモータリングによる筑波サーキット、ツインリンク茂木の両コースでのサーキットバトルでは、GT-R が911ターボをラップタイムで3秒以上の大差をつけている。ニュルブルクリンクでの市販車最速タイム記録は、後に2013年9月13日に、ポルシェ918スパイダーによる6分57秒に更新された。その翌年の2009年4月16日には、オプションのダンロップ製 SP スポーツ600。DSST タイヤとレーズ製アルミ鍛造ホイールを装着した2008年12月の改良モデルが同じく鈴木敏夫による運転で GT-R としての公式記録7分29秒3を上回る7分27秒56を記録した。その際は、前年のポルシェとの一件があったせいか、複数のメディアを招待しての計測となった。さらに、同月23日には、同じく鈴木による運転で7分26秒70を記録し、GT-R としての記録を更新した。2011年3月22日には2010年11月、改良型モデルのタイムアタック映像がインターネット上で公開された。路面が一部ウェットの状態での計測であり、公式の記録とはなっていないが、ラップタイムは2008年の改良モデルよりも2秒以上縮まり、7分24秒22を記録している。2011年10月に行われた2012年モデルのタイヤ性能確認走行では、非公式ながら7分21秒を記録している。2012年5月12日には2013年モデルで7分19秒18のラップタイムを記録したが、他車が走行している中での走行であり、2度遅い、車を追い越すためにアクセルを緩めているため、公式では実質タイムを7分18秒6としている。2013年9月30日には、ニスモブランドのグローバルアンバサダーを務める、レーシングドライバーミハイル・クルムが、ニスモモデルにより7分08秒679で、北コースを周回し、後部座席を取り外す等の改造はされてはいるが、量産市販車としての当時の世界最速の記録を更新した。筑波サーキット1分切りは R35 型 GT-R の目標の一つとされ、当初からカートップの企画、筑波アタックによって計測が行われてきた。それ以前の国産車最高記録は日産スカイライン GT-R による1分3秒58で BNR34 型の新記録達成はなかった。R35 初のアタックでは1分2秒119となり、日本車最高速を樹立。その後、09モデルで1分1秒34、ブラックエディションで1分00秒72、ピュアエディション4トラックバックで1分1秒81、GT-R ニスモで1分00秒97、GT-R ニスモで1分1秒24、GT-R ニスモが1分00秒229となった。2018年モデルに関しては、チーフプロダクトスペシャリストである田村博が1分切りをできなかった悔しさを語っている。そのため GT-R ニスモ2020モデルの筑波アタックでは田村も同席しテストに臨むことになった。最初は1分を切る59秒909で記録更新となったが、田村のまだいける。最後にもう一回との言葉により59秒712に更新することになった。この記録は輸入車を含め筑波アタック史上最速となり、ポルシェ 911GT3 を上回っている。GT-R の整備や点検は独自の研修を受けた認定メカニック及び専用整備ツールが存在する日産ハイパフォーマンスセンター。GT-R 特約サービス工場協会加盟店に限られる。というのも、かつてのスカイライン GT-R がライトチューン程度でもノーマルの2倍以上もの高出力にショップ級になると1000馬力超のマシンに改造されてきた実例を踏まえて、これらを防止する目的で純正のタイヤやエンジンオイルの交換まで細部まで徹底して、NHPC で行えるようにハードソフトともに整えられていることが特徴である。そのため、駆動部位を筆頭に指定部位の純正以外の部品を他店もしくは独自に装着した場合は保証の対象外となる。一般には GT-R の部品は市販されていないため、NHPC での整備を行わないと車両のコンディションの維持は難しい状況となるが、日産ワークスであるニスモからは保証の対象となるチューニングパーツが販売されているほか、保証対象外になるものの多くの車外、アフターパーツメーカーからも外装、伝送系や吸排気系のチューニングパーツが開発され、発売されている。そのため保証を置いとわないのであれば、スポーツカーに実績のある自動車工場やチューニングショップでも点検整備や車検、修理等は全く問題なく行える。この特徴的な整備体制や保証体制が自動車業界関係者の間で話題になった。維持費の高さや多数の制約はスーパーカーといえども批判的に捉えられる面もあり、後に純正部品の価格引き下げや2009年5月のオーナー向けロイヤリティプランの開始などの維持費低減策が講じられた。警察車両向けを除き、ナビゲーションシステムと連動させた日本車初のスピードリミッター解除機能も持つ。日産が登録した日本国内のサーキットの特定エリアに入り、ナビゲーションを操作することにより、時速 180km 以上かつ、時速 300km を超えるスピードを出すことが可能となる。リミッターに装着されたメモリには、随時、車両の速度が記憶されるようになっており、不正な手段によるリミッターカットが整備時にチェックできるシステムが取り入れられている。2008年1月、日産自動車は、スーパー GT の GT500 クラスに2007年までの Z33 型フェアレディ Z に代わり、2008年シーズンから GT-R で参戦することを発表した。車体は特認車両として2009年のレギュレーションを先取りし、大幅な改造がなされたが、エンジンは引き続き VK45 でをベースとした 4.5 リットル V8 エンジンを使用し、ニスモチームインパルハセミモータースポーツ、近藤レーシングに、計5台を供給する。駆動方式は、旧スカイライン GT-R で全日本、GT 選手権に出場していた時と、同様、オリジナルの 4WD から FR に変更されている。スーパー GT オフィシャルセーフティカー2010スーパー GT 第3戦富士スピードウェイにて参戦車両は、2007年12月2日のニスモフェスティバル2007で公開され、2008年1月11日から開催された東京オートサロンでカラーリングが発表された。さらに、スーパー GT オフィシャルセーフティカーとしても、2015年シーズンにレクサス RCF に変更されるまで GT-R が全線で使用されていた。GT デビューとなった2008年3月16日に鈴鹿サーキットで行われた開幕戦では前年に圧倒的な速さを見せたホンダ NSX に2008年以降特別性能調整が課されたことや上記の通り GT-R のみに特認車両として許された車体の拡大などがメリットとなり圧倒的な速さを見せデビューウィンを座のびニスモ GT-R、モチュールオーテック GT-R の1-2フィニッシュで飾った。デビュー2戦目の岡山、4戦目のセパンでも1から2フィニッシュを飾った。座のびニスモ GT-R はシリーズ中盤に勢いを落とすものの、開幕2連勝を含む3勝を挙げ、ドライバーズタイトルを獲得した。GT-R としては年間7勝を挙げ、車種別の年間最多勝記録を更新した。2年目となる2009年は、ニスモから参戦する車両が、前年の2台から1台に減少し、全部で4台体制での参戦となった。ちなみに同年は、夏場のコックピット内温度上昇への対策として、シーズン途中の第4戦から、レーシングカーとしては、極めて珍しくエアコンを搭載している。3月22日、岡山国際サーキットでの開幕戦は3番グリッドからスタートしたヒズワドボン、近藤 GT-R が雨のレースを制し、昨年からの連勝を5に伸ばした。その後第3戦、第5戦をニスモが第4戦を、ハセミが勝利を飾っている。その後もニスモは順調にポイントを稼ぎ、ポイント、ランキングトップで最終戦を迎えるが、最終戦ではトラブルもありノーポイントでフィニッシュし、2年連続のタイトルを手に入れることはできなかった。2010年からはウェイトハンデによる性能引き下げ措置を避けるために車両規則にのっとった新開発の 3.4 リットル VR3834A 型エンジンを搭載するマシンが投入される。この VR3834 型エンジンは市販車のものをベースとしている。参戦台数は、ニスモ、チームインパル、近藤レーシング各1台の3台体制となる。3月21日、鈴鹿サーキットで行われた開幕戦では、前日の予選でクラッシュし大破した、ヒザ・ドボン、近藤 GT-R が、黄砂混じりの小雨が降る難しいコンディションのレースを制し優勝した。6月20日の第4戦セパンでは、ポールポジションからスタートしたカルソニックインパル GT-R とモチュールオーテック GT-R が1から2フィニッシュ。10月23日、栃木県茂木町のツインリンク茂木で行われた最終戦では、予選でカルソニックインパル GT-R が4番手。ヒザ・ドボン、近藤 GT-R が7番手、モチュールオーテック GT-R が予選2回目敗退となる9番手とワークスチームの23号車に対し、サテライトチームの12号車と24号車が予選で上回った。翌10月24日、決勝ではチャンピオン獲得の可能性の残っていたランキング4位の12号車と同5位の23号車が早々に上位にポジションアップを果たすも、今シーズン好調のウィダー HSV-010 と、エネオス SC430 の2台の前に出ることができず、12号車が5位、23号車が8位、24号車が10位に入ったものの2008年以来の日産勢によるチャンピオン獲得は実現しなかった。2010シーズンチャンピオンは、スーパー GT における新車を投入した年に、チャンピオンを獲得できるというジンクスを守った18号車のホンダ HSV-010GT が獲得した。エンジンのトルク特性、出力の向上、ボディ形状のリファインや駆動系の信頼性向上など、マシンの正常進化を図った。第5戦から、VRH34A の進化型 VRH34 バイトにエンジンを変更した。参加台数はニスモ、インパル、近藤に加え前年まで GT300 クラスに参戦したモラが加わり4台で参戦。ニスモはタイヤをミシュランからブリヂストンに戻し、ミシュランはモラが装着する。東日本大震災の影響で実質上の開幕戦となった富士では予選で46号車の S ロードモラ GT-R がミシュランタイヤの戦闘力の高さを生かし、ポールポジションのデンソーサード SC430 に次ぐ予選2位を獲得。23号車のモチュールオーテック GT-R は予選6位。決勝では激しい雨となりカルソニックインパル GT-R がクラッシュ。S ロードモラ GT-R は雨のセッティングがうまくいかず順位を落とし、ドボン、近藤 GT-R もペースを上げられず苦戦する中、モチュールオーテック GT-R は、ブノワトレルイエ、本山明が雨でも安定した走りを披露。混乱も、ものともせず開幕戦を制した。第2戦岡山では開幕戦でクラッシュした、カルソニックインパル GT-R が、終盤まで競り合いを演じ優勝。第4戦菅生では、S ロードモラ GT-R が初優勝を飾った。さらにモチュールオーテック GT-R が第7戦。最終戦と連勝し、シーズン3勝を記録した。中でも、S ロードモラ GT-R が1勝したほか2入賞を4回、記録するなど安定した走りを見せて、ニスモとチャンピオンを争った。最終戦茂木でも2位でフィニッシュし、シリーズチャンピオンを獲得。同年より500クラスにステップアップしたモーラはという、初ずくめのシーズンとなった。ニスモも2008年以来のシーズン3勝を記録した。2012年も同様の4チームで参戦するほか GT300 から NDDP レーシングが GT-R の GT3 車両で参戦を開始した。前年とは一転シリーズ序盤はレクサス勢を前に苦しいレースを強いられたが、1号車 S ロードレートモラ GT-R が第4戦スゴで3位。表彰台を皮切りに続く、第5戦、鈴鹿 1000km で優勝すると、第6戦富士では12号車、カルソニックインパル GT-R と1号車の、モラ GT-R が1から2フィニッシュを見せた。その後モラ GT-R は、シーズン中盤から復調し王者の貫禄を見せつけ、特に第4戦から最終戦まで強力なミシュランタイヤとチームの総合力を武器に2勝を含む5連続表彰台を記録。第7戦、オートポリスではチャンピオンを争う他のチームが揃って下位に沈むのを尻目に、見事な走りで2勝目を挙げ最終戦を待たずにシリーズ連覇を決めた。日産勢では2003年、2004年のニスモと本山明以来の2年連続ダブルタイトルを達成。2007年のアータ以来となる最終戦を前にしてのチャンピオン決定となった。さらに前年に続き、ブリヂストン以外のメーカーでは初の連覇となった。2009年から始まった規定の最終戦となる。2011年、12年チャンピオンの柳田、ロニー・クインタレッリのコンビが揃ってニスモに移籍。タイヤメーカーもドライバーに合わせてミシュランにスイッチする。日産、ニスモのエース、本山はモラに移籍し、GT300 クラスからステップアップした関口雄飛とコンビを組む。近藤レーシングにはクルムが入り、安田とコンビを組み、体制を維持したのはインパルのみとなる。シリーズ通して8戦中4回ポールポジションを獲得していたが、優勝はわずか1回となっている。前半戦まででは上位入賞回数が多かったためニスモ、インパルでそれぞれランキング1、2位に立つが、後半戦ではポイント獲得数を伸ばせず、最終的にそれぞれ6位9位となっている。ベース車両は GT-R を継続するものの、ドイツツーリングカー選手権との車両規格統一化に向けた規定変更に伴い、事実上全く別の車両となっている。エンジンも本年より2リッター直列4気筒ターボという新レギュレーションに合わせ新開発した NR20A を搭載する。参戦体制はこれまでと同様の4チーム。この年から長年インパルに所属していた松田次生がニスモに戻ってロニーと2010年のインパル以来のコンビを組む。柳田は古巣のモラに戻って本山とコンビを組む。松田と入れ替わりで、安田がインパルに、近藤レーシングには GT300 からステップアップした佐々木を抜擢。2014年は車両が変わったばかりだったこともあり、車両火災がたびたび見られたもののシーズンを通して強さを見せ、ニスモが2014年規定の最初のシリーズチャンピオンを獲得した。2015年は安定性が向上。強さも変わらず、ニスモが2連覇、インパルが2位に入り1、2を飾る。GT300 クラス新型 GT-R ニスモ GT3 を投入し、ゲーナーの10号車と NDDP が2勝ずつ飾って、ゲーナーが最終戦待たずにチャンピオンを獲得している。2016年の序盤は15年同様ニスモが2連勝するという盤石の強さを見せるが、後半は、レクサスジミエが巻き返しを見せる中トラブルやミスでポイントの取りこぼしが目立った。そのまま後半の悪い流れを断ち切ることができず、チャンピオンはレクサス陣営に渡り、ニスモの3連覇はならなかった。この車両は長いストレートを持つ富士と相性が良く、この3年間の6戦中5勝という強さを見せた。ベース車両は GT-R を継続するものの、車両規則が DTM との規定統一をより進めた2017年に使用となる。しかし、シーズン序盤、エンジンの不具合、信頼性の低さから出力を制限して、開幕からの3戦を戦わざるを得ない状況となる。そのため、第4戦スゴで全員4チームにニューエンジンを投入した。その第4戦では、スロード GT-R が2位表彰台、第5、6戦ではニスモが2連続2位表彰台を獲得。最終戦では、ポールとウィンを飾るものの前半戦での取りこぼしが大きく、総合優勝チームに2点差で、シリーズランキング2位になっている。昨シーズンの不調を改善し、ニスモ以外は体制を変更した。インパルは安田がゲーナーに移籍し、若手の佐々木が加入し、JP、オリベイラのパートナーに高星を、抜擢、2011.12 チャンピオンのモラは2018年の参戦を見送り、代わりとして B、MAX レーシングを母体とする NDDP with BMAX がステップアップし、ドライバーは昨シーズンまでモラに在籍していた元山、千代のコンビが務めた。タイヤサプライはミシュランも継続する。開幕戦から予選上位に食い込む速さを見せ、第2戦ではニスモが優勝を飾るが、後半戦からは様々なトラブルに見舞われ、最終戦待たずにチャンピオン争いに加われずにシーズンを終える。なおシーズン中のポールポジション回数は1回の表彰台入賞回数はたった2回になる。昨シーズンの不調を改善するべくニスモ以外の大幅に変更した。NDDP のドライバーに平手晃平、フレデリック・マコビッキーという元ライバル陣営の2人を採用した。インパルにも元トム、S ドライバーのジェームズ・ロースターを佐々木のパートナーに迎えている。近藤レーシングはオリベイラが GT300 の D、ステーションレーシングに移籍したため、候補紙のパートナーに NDDP 出身のヤン・マーデンボローを迎える。この高星、マーデンボローのコンビは、フォーミュラ E で、それぞれリザーブ兼テストドライバー、公式シミュレータードライバーを務めている。シーズン中は開幕戦、第2戦と2戦連続ポールポジション&コースレコード更新を達成し、ニスモインパルのワンツーグリッドを獲得し、今シーズンのマシンの完成度を他社に見せつけるも、予想以上の温度の低さと天候に左右され、開幕戦では NSX3 台にオーバーテイクを許してしまうも、トップ2台が接触により後退し、結果的に表彰台の 2.3 位に残る。なお開幕戦は、天候悪化に伴い途中赤旗終了となり、獲得ポイント数が半減している。第2戦も、ニスモのポールポジションスタートだったが、天候不順の中終盤までトップ争いを演じるも、優勝を逃してしまう。第3戦、第4戦はニスモが、ポイント獲得できないところを他チーム、他陣営がポイントを取り続け、ランキング順位を落としてしまう。第5戦の富士500マイルでは、予選順位で、ニスモ、NDDP のミシュランタイヤのワンツーをつかむ。レースでは一時レクサスに首位を奪われるもトップを走行する。しかしセーフティーカーのタイミングが悪く、ピットタイミングを逃し結果として3位に終わる。第6戦も天候不順の状態でピットタイミングを伸ばした日産陣営がセーフティーカーの影響で後方に沈み、近藤レーシングのポイント獲得となる。第7戦は悪天候の中タイヤ選択を成功した NDDP ニスモのミシュランタイヤがレースペースでリードしていき、後半にダンロップのモドゥーロ NSX に2番手を奪われるも、終始ハイペースの NDDP が GT500 初勝利、日産の19年シーズン初勝利を挙げた。なお表彰台にブリヂストンタイヤユーザーが乗れなかった。レースは2014年の富士ラウンド以来であった。最終戦前でのポイント差は19点差で3位にニスモが入っていた。本年より DTM との共通レギュレーションであるクラス1規定が全面施行されることに伴い、エンジンを新型の NR20 バイトに変更。ニスモ、近藤レーシングは継続、インパルは佐々木のパートナーに GT300 から昇格した。平峰和孝を、NDDP は、平手のパートナーに、千代翼を起用。第6戦鈴鹿ラウンドで、ニスモ1位、インパル2位のワンツーを果たした。2009年 FIAGT 選手権の GT1 クラスに参戦することが正式に発表された。しかし、テスト的な参戦であることと、2010年から適用される、新車両規定にのっとって、マシンが製作されたため、商店対象外車両としてのエントリーとなる。マシンのメンテナンスは、イギリスのギガウェーブモータースポーツが手掛け、ミハエル・クルム、ダレン・ターナーの2人によってドライブされる。開幕戦シルバーストーンサーキットは、予選11番手からスタートしたが、リアサスペンションにトラブルが発生し、完走は果たせなかった。第2戦はスキップし、第3戦をシャースレーベンで、総合14位、そしてその後の第4戦スパフランコルシャン24時間レースに出場して、総合13位で完走した。そして最終戦となる第8戦はクラス8位で終えた。2010年、2009年12月6日に2010年モデルの FIA GT-1 仕様 GT-R が公開された。2009年に FIA GT に出場した GT-R も含め、エンジンは 5.6 リットル V8 の VK56 出型エンジンを搭載し、駆動方式もスーパー GT 使用車同様に FR となっている。トランスミッションはリカルド製6速シーケンシャルで4輪カーボンセラミックブレーキが採用された。ボディパネルはカーボンファイバー製、ウィンドウはプラスチック製となり軽量化がなされている。イギリスのスモパワー GT 及びスイスのスイスレーシングチームとの車両供給契約が締結され、2010年は両チーム各2台の計4台が出場した。2011年前年に引き続き、イギリスのスモパワー GT から2台がエントリー。前年のスイスレーシングチームに代わって、新たにイギリスの JR モータースポーツから2台がエントリーし、前年と同じ2チーム4台体制でシーズンに臨んだ。中でも、JR モータースポーツからエントリーしたミハエル・クルムとルーカス・ルアーのドイツ人ペアは予選レース1勝、決勝レース3勝、リタイアは決勝レース1戦のみとシーズンを通して安定した成績を残し、2011年のドライバーズチャンピオンを獲得。日産に初の FIA 世界選手権タイトルをもたらした。登録名ジレ D35RX スペック D。トラストが駆動方式を FR に変更し、トラストオリジナルのワイドボディキットを装着して出場している。ドライバーは川畑正人。2017年からは新たに末永正男をドライバーに迎え、末永は2016年まで川畑がドライブしていた1号機、川畑は新たに製作された2号機の2台体制で参戦している。第1戦、富士スピードウェイでデビュー。ドリシャとしては未知数ゆえに、セッティング等に詰まっておらず、優勝できるポテンシャルはなかったと、川畑自身が語った通り、単走22位、総合20位に終わる。その後しばらくはトラブルが続くなど成績が伸び悩んだが、最終戦、お台場では単走2位、総合2位、翌日のエキシビションでは優勝を決め、次年度が期待された。初戦で初の総合優勝を決め、以降安定した強さを見せて、川畑は3度目のシリーズ優勝を遂げるが、シリーズ後半はトラブルや斉藤大吾の JZX100 の圧倒的な加速力の前に総合優勝は2回にとどまった。前年度に引き続いての優勝を狙いさらなる改良を施して続投するが、今年度に入ってからは、優勝がなく斉藤大吾に完全に押されてしまっている。ニスモから2008年、パーツやモチュールの特殊オイルの開発のために、スーパー耐久の一戦である10勝24時間レースに参戦し、総合21位で完走した。前述の通りスーパー GT においては、駆動方式を FR に変更しているため、オリジナルの 4WD 機構を維持した形でのレース参戦は、これが、初となる。2010年には、スーパー耐久、第4戦に、再び GT-R が、テスト参戦。ただ雨と霧が多発する悪天候に翻弄され、結果は、総合8位に終わった。この参戦はニスモによる、カスタマープログラム用に開発を進めている、R35GTR のためのテスト参戦、とされており、2011年以降に、プライベーターに、マシン供給を行うことを見据えたものとなっている。さらに2010年9月5日のスーパー耐久第5戦には、スーパー耐久参戦が10年振りとなる、ダイシンモータースポーツが GT-R での参戦を発表した。ニュルブルクリンク24時間レースにおいては、2011年に山内和則らを擁した地元チームの、シュルツモータースポーツがチューニングした GT-R で参戦。総合36位、SP8T クラスのクラス優勝という結果を残した。翌2012年は、チーム GT アカデミーが GT-R で総合30位、SPA と T クラスのクラス優勝を飾っている。同2012年には、日産本社の GT-R 開発チームが、開発主幹の水野監督に、ほぼ市販車のままの GT-R で参戦し、ニスモを介さず市販車の開発チームが、市販車開発のために、直接レースに参戦するという、極めて稀な参戦形態となった。2013年には後述する GT3 仕様で参戦している。2015年、GT-R の名を冠した、LMP1H マシンである GT-R LM ニスモを開発し、ルマン24時間レースに参戦することを大々的に宣伝した。FF というプロトタイプレーシングカーとしては極めて奇抜な駆動形式で注目を集めたが、改正システムがまるっきり機能せず、下位クラスの LMP2 マシンより遅く走るなどで大敗を喫した。GT3 仕様2012年1月にグループ GT3 レギュレーションに準拠した日産 GT-R ニスモ GT3 を発表し、順次デリバリーを開始している。エンジンはベース車同様に VR38 デッドのままであるが、6速、シーケンシャルパドルシフトなどを採用している。2015年仕様からはベース車両が標準仕様からニスモ仕様に変更され、それに伴い外観が変更されている。同年度のスーパー GT の GT300 クラスに NDDP の一環で、スーパー耐久の STGT3 クラスには、混同レーシングでそれぞれデビューを果たしており、前者に関しては、第4戦菅生で優勝、第5戦鈴鹿で2位入賞を遂げている。2013年はアップデートを施し、NDDP のエースドライバーに開発ドライバーの星野一樹を抜擢。採用チームを大幅に増やし戦闘力を上げたが、13年は JAF GT のハイペースに翻弄され、第5戦鈴鹿での5位が最上位となる。なお、第7戦のオートポリスは予選順位でトップ5台中3台が入る好成績を収めた。2014年は NDDP が上位入賞を続け、そして初開催となるタイで GT3 車両として2勝目を飾り、ランキング4位でシーズンを終えた。2015年にはモデルマシンを GT-R から GT-R ニスモに変更し、新型 GT-R GT3 を投入。スーパー GT では NDDP と2015年シーズンから GT-R GT3 を使用するゲーナー10号車チームが、それぞれ2勝ずつ飾り、ゲーナーが最終戦待たずにチャンピオンを獲得するほどの圧倒的な強さを見せつける。また千代勝正たちをドライバーに迎え参戦していたチームがオーストラリアのバサースト12時間レースにて総合優勝を勝ち取ったほか、ブランパン耐久シリーズでは千代たちのドライブするチームがシリーズチャンピオンとなるなど実りの多い1年となった。2016年は第2戦で NDDP が優勝、第5戦でゲーナーが3位、第7戦で NDDP が2位入賞するが、他の新型 GT3 マシンや JAF、GT マシンに対抗できず、最終戦前にチャンピオン争いから離脱した。2017年は性能調整の影響が強く、上位争いを演じることが難しく、NDDP のランキング16位が最上位となる。2018年は NDDP が GT500 ステップアップしたため、代わりにゲーナーの11号車も GT-R を採用。ゲーナーは 10.11 号車のみ、新型 GT-R GT3 を導入して、日産のセミワークスとして参戦。第4戦で、ゲーナー11号車が新型としての初優勝を飾り、第2戦で11号車が、第6戦10号車が、表彰台に上った。2019年は、混同レーシングが、日産大学校との共同チームとして、スーパー耐久から、ステップアップ参戦を果たし、アジアワークとして、X ワークスが参戦する。さらに昨年のゲーナーの2チームに続き、東名ワークス、混同レーシング、X ワークスが18年仕様の GT。RGT3 を使用する。またジジョンレーシングのみ15年仕様の GT、RGT3 を継続使用する。第2戦、富士 500km では、近藤の GT-R38 が、ポールポジションを獲得。ゲーナーの11号車が優勝を飾り、第4戦タイでも10号車が15年の第5戦以来の勝利を決める。タイで、ゲーナーとしては2連勝、GT-R38 としても6年中4勝という、相性の良いコースのイメージが広まっている。最終戦前で、ランキングトップに 20.5 点差ではあるが、近藤レーシングがチャンピオン争いに残った。括弧内は受賞団体の国名、受賞対象。ありがとうございます。